はい、菅野でございます。今小野寺先生からご紹介いただきました DB、ケロを作っておりますけれども、これはお話がありましたように、まあ、遺伝子発現、データを中核にして、転写開始点メチル、エピジェネティック情報、それからジェノム情報などを統合した、まあ、言ってみれば多層ミックスデータのデータベースとして開発しています。で、研究体制は、がんセンターの土原先生のグループ、そして徳永先生、井上先生のグループとやっております。もともとはですね、菅野のところで完全腸 CDNA とその転写開始地点ということで、もう次世代シークエンサーが登場する前にデータベースを作っておりまして、まあ、そのデータベースの基盤の上に積み重ねるという形で次世代シークエンサーで得られてきたデータを各種積み重ねるというような形でやってまいりました。で、まあ、いろいろなものをですね、こういう形で取り上げて、さらに RDF 化などを使ってリンクが貼れるようにするというところで、第1期と現在第2期なんですけども、第1期のところでまずはそのゲノムデータですね、バリエーションデータとの統合、さらにはモデル生物系で得られている情報との統合、あとは RFDF 化等々をやりまして、さらに、エピジェネティックな情報について IHEC などとのコラボレーションをやってきました。で、まあ、ちょっと、座長の方からのサジェッションがあったようにですね、そもそもオリジナルなデータをデータベース化したものの上に、かなりそのユニークな、まあ、日本で、自分自身の手で出されているデータを、統合していくという形でこの DB ケロを作っているので、まあ、若干その世界中にあるデータを合わせて使いやすい、まあ、二次データベースを作るという点では、まあ、若干使いにくいところはあるんですけども、まあ、先ほどの演者の方がおっしゃったように、ユニークな、ここでないとでないようなデータがかなりいっぱいあって、まあ、それがまあ、このライブラリーデータベースの強みになっていると。まあ二次データを合わせてですね、使いやすいものをさらに作っていくというところも努力してまいりたいと思っております。まあ、こういうものを作っていて、まあ、今期はですね、2期目に入りまして、まあ、今まで作ってきたものをさらに充実させるとともに、まあ、いろいろな新しいテクノロジーでシングルセル解析とかロングリードとか出てまいりますし、さらにフェノタイプのデータもいろんなところで現在出だしておりますので、まあ、そういうものを収集してですね、そのユニークなデータを取ろうとしております。で、IHEC のデータはこういう形で大量のものがですね、今、統合されてきております。で、まあ主なものはですね、このゲノムブラウザーでゲノムの座標軸があって、そこにそのエピジェネティックのデータだとかミューテーションのデータだとか転写開始点のデータだとか遺伝子構造とかそういうものがですね、エクスプレッションデータとか載ってるというのが、まあ、こういう形で見えるようになってまして、で、さらに、まあ、リンクが貼ってありまして、あるこの RDF ですのクエリーなどが投げて、使えるようになっております。それから新しくこの機で開発しておりますのがシングルセル解析のデータとかロングリードでして、まあ、今までのこの図式に乗らないタイプのデータもいっぱいあるんですけども、まあ、それをですね、例えばバイオリンプロットでこうエクスプレッションを見て、でさらにシングルセルがどういうディストリビューションを取ってるかというのを TSNF でこう表現したりですね、それからロングリードのこのハプロ
タイプみたいなものをこういうふうに表示するようにしてみたりと、まあ、あのオリジナリティのある工夫をして表示ができるような形にしております。また先ほどご説明のありましたその大規模接動データについてはですね、これまた特殊なビューワーとそれからこう統計結果みたいなものも、まあ、クリックすると出るという形になっております。まあ、これは、TART の発言をこのデータベースで見たものですけども、まあ、ICGC のミューテーションでそれからその、こうセルラインのミューテーションデータとかこう見るとですね、こうミューテーションがやっぱりTART のプロモーターのところに入っていまして、それで活性化されてるんですけども、このセルラインでは、それがワイルドタイプだったと。ところがですね、発言を見てやりますと、これちょっと何もないところがこのセルラインなんですけど、発言してないと。上の2つは発言してる、プロモーターの底が見えるんですけども、ミューテートしたものが発言してると。でエピジェネティックなところを見てやるとですね、上の2つはこうちゃんとプロモーターがアクティブな形のものがあるんですけども、まあ、それもですねないと。でここはですねミューテーションはこうまっさらないんでワイルドタイプのシークエンスなんですけど、このセルラインに関してはこうなんていうんですかね、エピジェネティックな変化でミューテーションと同じ効果を得てると。眼科にはミューテーション遺伝子の病気だっていう概念がありますが、これエピジェネティックの病気でもあるということが、結果が同じであれば何でもいいというようなことがこういうところから見えてくると言えます。まあこのデータベースを、先ほど富士フイルムの小野寺さんに使っていただきましたけれども、こうちょっとディープな使い方を結局していただくことになりまして、国立がんセンターの先生方ともかなり、ディープな、使用をしていただいております。で一つはですね、このプロテオゲノミックスのがん変異をそのケロを使って見ていただいておりまして、がん変異タンパクのはバイオマーカーになるんですけども、まあ、ミューテーションのタンパクをですね質量分析系にかけたときに、その十分にそれが普通は正常のタンパクのデータベースを使ってそのアイデンティファイしますので、そこができないと。でこの、サンプルごとの NGS っていう意味はそのセルラインですね、そういうようなものの NGS の結果からこの質量分析用のタンパクの生成するソフトウェアをこの服部先生たちは作られていて、それでその目標のそのケロの配布腺がん細胞株の NGS データを使って、まあ、検証していただいたというようなことがあります。それから塩谷先生のところはその、DNA 複製ストレスというものの、こうが、がんで非常に、大切な、まあ一つのストレスじゃないかという仮説のもとにですね、このそれに対する ATR キナーゼという遺伝子のその発現それからエピジェネティックな状況というようなものをこの全細胞株でご覧になって、でそれとですね、阻害剤との感受性、まあ、先ほどもお話がありましたけども、それがまあデータベースとしてありますので、それをスクリーニングすることで、まあ、ある程度の仮説の検証とさらに複
深い仮説の創生というようなことをされておられます。収録されているデータはですね、まあ、こういうもので、まあ、ある意味ですね、その実験データをいただいて加工したものを今みたいな形で使えるような形で見せお見せしているというようなところが、まあ、かなりあるというデータでございますので、まあ、そこは特徴と言ってしまうとちょっとあんま言い過ぎなんですけども、まあ、そういうところにあるかなという気がしております。現在はですね、統合バーあるいは沖先生の、チップアトラスとですね、統合させていただいて、まあ、特にユニークなですね、多分、US のビッグデータベースとの統合っていうのはすごくある意味、ルーチンでやってらっしゃる先生方もいっぱいいるんですけども、意外と日本でできたこうユニークなそのデータベースとの統合っていうのは進んでおりませんので、まあ、そういうところを、まあ、力を入れながら統合を進めていきたいと思っております。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。